こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。時刻は夜中の1時ね。車走らせてます。どっから調達したんだろうね。ズラトコの車をパクったのかな。いまだにアリス心開いてないっていう状況が、まあなかなかにやばいっていうところなんですが、アリスちゃん、あ、こっち向いてくれてる。気にしてはくれているのかな。お、どうした。天気くらいしか話題がないもんね。あはは、前向きな話だった。足取りは遅くなる。うわ、でも少なくとも人間に合わないそうだ。あれ、会話そんだけ。あ、あるね。そうそう、この車どうしたの。あ、やっぱりずらとこの車だったんだね。I wouldn't want Alice out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know if Zako even ever used it. あれそうなの。じゃあ何、天竜人みたいになんか上に乗せたのかな。じゃあ協力者。These people これから それを聞いとかないと。How do you know about them? ね、まずいよね。I heard androids Zako captured. 閉じ込められたアンドロイド。They said they were humans helping androids cross the border.What if it was a lie? ここでその情報は実は手に入れることができていたっていうオチだったんだね。知らなかった。彼らが本気で信じていた。Zako killed them. 信じてるけど最後には裏切られるかもっていうオチが実は待っていたりなんかしたりしてね。あら。Emergency brakes activated. はい。あれ？あれ？4つちょっと全部聞けたっけ？天気協力者は？距離聞くの忘れたね。ところがエンジンが、かっこいい車やな。この時代になったら全部あれなのかな、自動運転になってるのかね。いやでも車、あ、違うコナーのパートでなんかなかったっけ。気のせいか。開けてみる。なんか2030年だったっけ、35年だったっけ、アメリカではそのハイブリッド車とかそういうガソリン車とかが法律で全面的に禁止されるみたいな、そういう話が出てるとかっていうのを聞いたことがあるんだけど、あと10年全部禁止とかできるのかな。アリスには無理。マイナス1度。デトロイトで、そうか、カナダに向かってってるから、そんなあれか、気温になっちゃってってるのかな。これはでもその海賊の家、ね、パイレーツカーブにしか行くところがないのかな。前回は、なんか小屋かなんかに入る前に1個だけちょっと逃したものがあったから、それをちょっと逃さずにやっておきたいっていうところ。しかしまあこんなね、周りに何もないようなところに遊園地作って、人来るのかねっていう、まあまあ来なかった結果こうなっちゃったんだろうけど、ねえ、だって怖くない？外国から下がってるのね。パレーツアドベンチャー、ほら骨がこって動いてる？あ、動いてないか。プラ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 言ってるだけだね。結構怖いよね。調べる。さすがにここじゃ寝られないでしょ。Find anything? No. No place we could spend the night. 崩れかけてるから泊まれないっていうのが理由としては微妙なんじゃねえかと思うけどな。そうじゃないだろうっていう。じゃあ、つけて。Beware! 気をつけて。思いもよるな。やってくるものだ。その通り。あ、なんか立ってる。あ、こういうのいいよね。男の憧れっちゅうかさ。ところどころやっぱ骨がいっぱいあるのはちょっときついよね。調べる。もしもし。大丈夫？おお、やいや。おお、楽しんでいってくれ。寒すぎて固まりました。壊れかけるエンジョイド。
次に行こう。あれがドクロ島ってやつだね。フラ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 してるね。あそこがゴールだね。あそこ多分ね、いや違うな、あっちにジェットコースターがあるから、ジェットコースターが、あでも室内ジェットコースターとかああいう中にあるんじゃないか、そんな気はするね。でタコ、あー思い出すな、わかる人わかるかな。ねルパン三世の1998年の作品だったかな、東京クライシスっていう林原めぐみさんがヒロインとして出てくるやつがあるんですよ。マリアっていうキャラで紫色の髪の毛ですよね。そこでちょっと敵から逃げた先がちょうどね、室内と普通のジェットコースターが混ざ、まあ、室内って海底の中を走っていくジェットコースターが混ざったやつで、それの格好がなんかタコみたいなやつなんでね。ということで中調べていきましょう。これはでもさ、やっぱさすがにちょっとアリスの力じゃ、アリスじゃない、アリスは絶対まず届かないよねここに。俺がやろう。かっこいいよね、こういう時にやっぱゴッツイアンドロイドって力強く助かるよね。ふいふい、おまけのふい。心を開いてないアリスがこんなんしてくれてる。これから止まろうとしてるさところさ、この力強く開けたらさ、閉まらなくて風が吹き込んできたら寒いんじゃねっていう、こういうそのなんだろうな、この気温でこの建物だったら果たして暖を取ることがまずそもそもできるのかっていう疑問は残るよね。火を起こすよ。まあ、火は起こしてもらいましょう。でこれは読む、 OK、 これは読んだね、これは読んだことがありますんで、まあ気になる方はぜひあとはご覧ください。でこれはなんかのメニューなんだな、レストランテって書いてあるね、うん、なんて書いてあるんだろう、スペシャルコースとかなんかね、そういう系が書いてあるね。で見る、カーテン閉めれたらいいけどね、もしね誰かが入ってきた時にっていう怖さはあるから。あこれ、あ違う、逆にカーテン取っちゃうのね。ふんそうかそうか、あこれでアリスの寝床作るんだ、忘れてた。オッケー、火を起こそう。そうだね、暖炉があるから平気だね。オッケー、じゃあここに寝床作るので、どうぞおやすみなさい、アリス。アリス。ああ、やっぱ寒そうだね。ルーサーのカバンを調べる。あ、なんかまだある。なんかね、一個調べられてなかったんだね、第一パートの時がね。これはなんだ。置くんかい。なんかあれかな。パン、あれちょっと待って、なんかすごい謎の見つめ小僧みたいなあったけど、あなんかある、あここにも RA9 がある。へえ、後ろで手を組もうとしたね今、クマシマシン。まずルーサーのカバンを調べよう。え、銃を調べるって、あなたも銃持ってなかったっけ、あれ気のせい、あなた自身、あ取られたんだっけ、いやなわけないよね、あの小さなカバンの中で仕込んでたんじゃなかったっけ。あ喋れない、じゃあとりあえずアリスっち寝るわよ、寝なさい、寝ようよ、寝てください。あれこれさっきのパンフレットの写真と同じ、違うか、あれなんかアリスが忠実になってる、なんでさっきまで心を開いてなかったの。慣れると思う、私に心を開きなさい。結構ねこういう時ね子供にはね僕ね優しいんですよ。あすえ違う、あれ、あそう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 、be happy in our own way、 そう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 、俺たちが家族になったら幸せになれるよっ
ていうかもう家族じゃん。as long as we're together, カールと一緒にいられれば私も、お、よし親密になった。でもまだ家族じゃないね。なんかアメリカのそのなんて言うんだろうな、やり取りでさ、結構あるなって思うのが、こうなんとかなんとかなのってこう話をかけてあげたにもかかわらず、なんか全然違うね、こうしましょうみたいな持っていくシーンって結構あるよね。例えばママのこと大好きなのとか、寝ましょうみたいなひどいよね。じゃあキスをする。あれ前回キスしたっけ。あ、チューしたら喜んだ。もうね、僕もね、今ね、娘のね、ほっぺはね、あの額にね、もうチュ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 しまくってるんでね。でもね、ほっぺにチューしたときね、なんかね、口歪められちゃうんだよね。あれ結構ショックなんだよね。じゃあ、あるところにユニコーンがいました。翼は生えて、でも角がなくね。おっと、こういうのも無茶ぶりって言うんだよね。昔々あるところに100階建てのビルがありました。怖がっていました100階建ての100階のホテル、100階に住んでいたからね。で、無理なお願いします。エレベーターつけて。ダメです、あなたは階段で全部登りなさい。無理。しかも鍵を1階に忘れちゃった。あ、やばい、全然、戸惑うロボット。あららららら。ここはどこだ、私は慣れた状態、ね。で、そう、幸せになりたい。旅の途中、2人は危険な目に遭いましたが、でも、自由が欲しい。運をその手で掴め、ムンヤってやつやな。その途中で二人は巨人巨人は間違いないね。巨人チェック。物語のおしまいは旅の意味を知る。But all stories have morals. そう。When we reach the end of ours, we'll know what it really meant. 最近ね、思ってたんだけど、なんだろうな。僕、その人間の生きる意味って何なんだろうなって思って、これって答えがない話だと思うんだけど、個人的には、今この瞬間命が終わるとか、何十年か先に死ぬってなった時に、その今やってることっていうのがずっと続けばいいなとか、これが人生の最後の瞬間でいいなって思うことを続けている状態がなんか幸せというか意味なのかなって思ったりするんですよね。まあもちろんそんななんかことは怖いとか意味でとか違うだろうっていう意見はねたくさんあるかと思うんだけど、僕はやっぱね限られてる人生の中でこの瞬間がずっと続けばいいなっていうのが多く占めてる人生こそなんか幸せに感じられるんじゃないかなとは思うんだけどね。もうなんか嫌なさ仕事やったりとかさ、話したくもない上司とずっと長くダラダラいたりとかさね、話したくもない取引先の人たちとねダラダラダラってやってるとかで、そういうやりたくないことの人生で埋め尽くされていって、最結果死ぬ時に棺桶に入る前にうわもうこんなこともあんなこともやればよかったみたいなね、人生をなっちゃうじゃないかなと思ったりするんだけど、皆さんどうですかね。最初に覚醒する存在を知ってね、ルーサーって結構なんか裏を知ってるな、存在を疑う。もし現れなかったら RA9 結局ない、みんな俺だけの。あ、俺は信じてる。 RA9 はいる。I know he's amongst us. RA9 って何なんだろうな。 When the time comes, time you will comes. all see him. Kara. Up here. Kara. Have you ever noticed anything? 特別な子だ。 About Alice? 分かってるだろう。ごめん、ちょっと何のことかよく分かんないです。 No. What do you mean? アクーサの親密度が上がったところで、やばいやばいやばい、暴力的すぎやろこいつら。
に招待だけど、ここの従業員なんですよね。カーラを守りたいが、もうここは戻す。何？何しに来たの？そりゃそうだよ。これあれ？君さっきさ、カッチカチになってたやつの一人じゃない？ねえ。ようこそ海賊の島へ。We were working here before the park closed. 繁栄した時に置いてかれてね。We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. どっかのパートでも話したことがあるかもしれないけど、一瞬の時だね。We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. アンドロイドたちって、little girl. 寿命ってどうなってるのかね。どのくらい生きられるんだろう。一発目にそのブルーブラッド突っ込んで稼働します。シャットダウンまでの期間ってどのくらいになるんだろうね。それがまあ結構気になる。ではあるんだけど、something fun. She'll love it. Does she want to see? 一周目の時はもうこれを疑いすぎて、ねえ、行くんかいっていう話だったんだけど、ねえ、なんかあので俺たちの元から去らないでくれよみたいな感じで、すごいこうなんていうか、やばい目に遭わされるんじゃないかって思ったんだけどね。じゃあ行こう。ちょっと待ってね。なんか。ちょっと待ち、失礼、一瞬ちょっとカットしました。映っちゃったかもしれないんだけど、使ってたドロップボックスがね、全部容量オーバーしちゃったよっていう、そういうお知らせでした。はい。メリーゴーランド動か、ちょちょ、あ、ちょちょちょ、コントローラー急に言うこと聞かない。あ、ちょちょちょ、そうそう、さてらってる。つけましょう。赤いぼんぼりを。寒い中、ご苦労様です。乗ったら動かしてあげるからね。ジャーリス、タツノオトシゴに乗ってあげましょ、乗せてあげましょう。将来、たくさんの子供が生まれることを願って。タツノオトシゴって面白いよね。お腹からさ、もうなんか溢れ出るように、溢れんばかりの子供がファ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 出てくるもんね。あの映像何回か見たことあるけど、やっぱ神秘的だなって気がするね。めっちゃ笑顔やな、ジェリー。ぴょん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 って同じ動きだけど大丈夫。まあ同じ型だからそうか。にしてもこれ、肺炎になったからだと信じたいんだけど、相当寂しいメリーゴーランドだな。だって上下するのが、タツノオトシゴ一台ってさ。お She hasn't had much to smile about lately.なんだかんだルーサーってマジでいいやつだよね。ちなみにタツノオトシゴでしょ。このこいつでしょ。そうそうそう、あれなんて乗り物なんだろうな。わからん。なんて乗り物なんだろう。おこぜじゃないな、ハゼ。なんだろうな。よくわかんないけど、はい、まあとりあえずいい感じで進めることができたんじゃないでしょうか。まだ開けてなかったルートもね、開けることができたんで、前回はでもどうしたんだっけな。前回も銃で警告したのかな。うん。あ、でもそれはしてなかったね。クッキーをカバンを開ける、銃を見る、クッキーをあげようとする、カーラが銃に気づく。あ、ってことは前回は銃やってなかったね。うん、ちゅうことですね。あ、これは全部開けたんじゃないか？ぽいね。うん。開けたね。ってことは、これで 100% だと思います。ね。おー、いけたいけた、コンプリート。珍しくね、コンプリートやったの。よかった。で、アリスのね、ようやく心開いてないから親密になったっていうのがすごい嬉しいです。ということでね、本日のパート、ここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。